On the ice, representing Slovenia, Mojca Kopač. 14番、Mojca Kopač さん、スロベニア。スロベニア、Mojca Kopač。22歳、リュブリアナ生まれです。大学4年生。曲はパルプフィクション。ループ3回転にはなりません。2回転はつけました。フライングジャンプシットスピン。トリプルトーループ。ストレートラインステップ。ダブルアクセルはちょっとターンがオーバー。コンビネーションスピン。8つの要素あと2つ。足を高くスパイラルステップ。レイバックスピン。スロベニア、Mojca Kopač。エドモントンの世界選手権18位、ローザンヌでは20位。ダンス、読書が趣味ですが、もう一つ自転車も好きだというMojcaさん。トーループの3回転、ステップから直ちに飛ぶという単独ジャンプ、これはうまくいきました。そしてこのスピン、いろいろ形を変えながらうまく回転をコントロールして、スケートの軸が、スケート靴がスーッと動かない、その場所で回転している。これは軸はしっかりしているということになります。本人としてはジャンプの失敗があるだけに、満足のいく出来ではなかったと思います。今日のショートプログラム、そしてあさってのフリー、得点の配分をしますと、今日の部分で3分の1、フリーが3分の2の重みがあります。ただ今日スタートを良くしてリズムに乗っていきたいところ、好位置をキープしてフリーに勝負をかけるという、そういう形です。マリーナ・ピルクマイヤーコーチ。コスチュームは彼女自身が自分で作っています。Mojcaさん。さあ、リクアイドエレメンツは4点台の前半となりました。4-3, 4-4, 4-5, and 4-9. Presentation 4-3, 4-4, プレゼンテーションは4点台の後半ですが5点台も1人あります。ちょっとこの点数の割れ方なかなかジャッジというのも難しいもんです。